高直流電車とは、電車のうち、直流電化区間と交流電化区間の双方を走行できる構造を持つものを指す用語である。交流直流両用電車、高直流用電車とも称する。なお、電気機関車にも同じように、高直流電気機関車が存在する。電気機関車を参照。鉄道の電化は、地域ごとの事情や電化した事業者によって、 直流電化されている区間と交流電化されている区間があり、それぞれの方式に対応した車両が必要となる。高直流電車では車両を直流と交流の双方に対応させ、運転士がスイッチを切り替えるだけで、直流電化区間と交流電化区間を直通することができる。電化方式には交流、直流のほか、周波数や電圧も区間により異なることがあり、 高直流電車であっても、周波数や電圧が対応していない場合は、走行できない。直流専用、もしくは交流専用で複数の電圧に対応する、電車を副電圧車という、交流専用で複数の周波数に対応する電車も、ある。高直流用電車のパンタグラフとその周辺機器類、交流区間では、かかる電圧が2万 V と高いため、 車体との間の絶縁理覚を大きくしなければならず、パンタグラフを車体に固定するための枠とそこからの配線を指示する絶縁外子が大きくなる右側から、A 形機用変圧器、B 交流用平駅、C 交流遮断器、D 交直切り替え機の回路切り替え、接変回転部、E 交流側回路を保護するためのヒューズ、回交直切り替え機の直流側接点、G 交直切り替え機の交流側接点、 H 直流用平き、直流専用電車のパンタグラフのその周り直流区間ではかかる電圧が 1500V と低いため車体との間の絶縁理覚を小さくできパンタグラフを車体に固定するための枠とそこからの配線を支持する絶縁外しが小さくできるこの写真ではパンタグラフの他に開き、ヒューズボックス空気配管を屋根状に搭載しているが 硬直療用電車と比べすっきりしている。回路の設計は直流型電車に準じているが、抵抗制御の場合では、屋根上に硬直切り替え機と交流遮断機、床下に硬直転換機と変圧機と整流装置を搭載しており、交流電化区間では硬直切り替え機と硬直転換機が直流側から交流側に切り替わり、交流電源を変圧器により、 高圧し、整流機により、直流電源に変換する。直流電化区間では、硬直切り替え機と硬直転換機が、交流側から直流側に切り替わり、変圧器整流装置を介さず、架線からの電源をそのまま用いる。交流専用車両に見られるタップ制御や、サイリス体操制御には通常は用いられない。それらは制御の過程が交流と不可分で、 交流電化区間でしか使用できないからである。したがって、制御方式は直流専用車両と同様な方式となる。ほとんどは直並列抵抗制御、境時点カレージ制御、VVVF インバータ制御のいずれかである。また、VVVF インバータ制御の場合では、制流装置の代わりとして、サイリスタブリッジによるサイリス体操制御とするか、または、 PWM コンバータ装置を使用して、VVVF インバータ制御装置と共に一つに、まとめた、主変換装置とし、硬直切り替え機だけで切り替えを行い、交流区間では、架線からの電源が変圧器とサイリスタブリッジ、または、PWM コンバータを経て、VVVF インバータ制御装置に入り、直流区間では、架線からの電源がそのまま、VVVF インバータ制御装置に入る。 補助回路では、補助回路用の硬直切り替え機、断流機、平滑リアクトルを搭載しており、交流区間では、変圧器の三字巻線から、高圧補助整流機箱に収められた補助回路用の整流装置を介して、直流電源に変換されて、補助電源装置に送られるが、直流区間では、変圧器と整流装置を介さず、架線からの電源がそのまま通される。 高直療養者の性能は、インバーター制御者の場合は、交流時と直流時でほぼ同等であるが、抵抗制御などの直流電動機使用者の、場合連続定格出力は、交流時、直流時でほぼ同等であっても、短時間の最高出力は、直流時には定格出力の4、5割増しであるが、交流時には定格出力程度であることが多い。これは、コスト等の理由から、 変圧整流機器は低格出力前後程度のものを搭載していることによる。一方フランス TGV では直流時の出力が極端に少ないものがある。これは TGV 新線は交流であり、在来線乗り入れ時のための直流では大出力が不要なこと、電流が大きい直流送電の場合は大電力送電ができないことによる。 直流型電車を基本にしているため、口述の通り高直流電車の変圧器・整流器を撤去して、直流型電車に改造した例もあれば、直流専用電車に変圧器・整流器を付加して、高直流電車に改造した例、運用上直流区間への乗り入れが不要になった、高直流電車の高直切り替えスイッチを撤去する、小改造で事実上の交流区間専用車にした、 例もある。逆にもともと交流専用電車として製造された車両を、硬直流電車や直流型電車に改造した例は日本ではない。走行中に、硬直流の切り替えが正常にできるよう、屋根上に、硬直切り替え機、交流遮断機を取り付けている。また、ご操作により、棒を進むした場合に機器を消損しないよう、交流側に、ヒューズを、直流側には変流機を取り付けている。 また、軽気用変圧器、抵抗器箱、直流保護設置装置、直流、交流飛来などが設置されている関係で、パンタグラフ周りは物々しくなっている。また実際のダイヤで、高直流転換が予定されている場合、始発駅停車中に運転士が、遮断機が正常に作動するか確認することがある。その際、遮断機から音がしたり、車内の照明が消え、 空調設備などが一時的に止まることがある。日本の硬直療養車両では極端に異なる電源でも同一のパンタグラフを使用していることが特筆される。異なる電源ではそれぞれに設計された終電装置を搭載した方が終電装置や回路の設計上は簡単であるものの整備、重量の点で何が残る。また日本の硬直療養車両が 標準的に行う車上切り替えにも対応しにくい。しかし、日本国外では、複数の方式の終電装置を個別に搭載する例は多く見られる。2017年現在の日本では、東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道、首都圏新都市鉄道、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道の各社が保有している。高直流電車は、 直流電動機を用いた時代は前述の通り構造が複雑となるため直流型電車と比べてのみならず交流専用の電車と比べても車両の製造コストが高額となった。1990年代中期以降は交流電車も高直流電車も同じ VVVF インバータ制御を採用するようになったため交流電車。 硬直流電車のコスト差は硬直切り替え機機程度である。日本国有鉄道時代は交流区間でのみの運用であっても北海道を除いて硬直流量用の車両を製造することが多かった。交流区間のみを走る運用が少なくわざわざ開発費をかけて少ない台数の交流専用車を作るメリットは少ないとされた。製造をされるようになった後も 技術的な理由で一時製造が見合わせられたこと、全国的な車両の配置転換があったこと等が大きいが、結果的に危機コストのかかる車両を大量に作らざるを得なくなり、交流電化のメリットも活かしにくかった。国鉄分割民営化後は JR グループ各社で運用が極地化し、全国的な配置転換もなくなったため、 北海道旅客鉄道や JR 九州はもっぱら交流電車を導入し、高直流電車は常磐線や日本海縦貫線など交流と直流区間をまたがって運用される区間で導入するのが一般的になり運用区間も縮小され数を減らしつつある。特に三電源対応の一般旅客輸送用電車に至っては e 五十三系の十二両しか存在せず、 しかも通常は、交流6 0ルツ区間は走行していない。なお、コスト面などから、日本海中間線の一部である、上越本線や、越後ときめき、鉄道日本海ヒ水ラインのように交流区間と直流区間をまたがる列車に、起動車を使用する例もある。また、運行区間が直流区間のみとなったため、交流多様の機器を撤去して、 直流専用に改造されたものもある。路線自体の電気方式を直流から交流、もしくは交流から直流に切り替え、高直流電車を不要とした区間もある。また、直流、交流の特急軽車両で見られる、車体軽車式車両は試作の591系しか存在しておらず、営業用では存在していない。国鉄 JR の高直流電車は、 形式番号の100位が4.56のいずれかで表される。規定上は4から8のいずれかだが、管理的に7.8は交流専用電車用とされている。なお、JR 西日本では2005年度以降に申請された電車の車両形式区分の100位の数字、4から7を高直流電車用とし、1から3.8を直流専用電車用としている。 カッコ内は対応している交流電源周波数を示す。日本国有鉄道、JR 私鉄、第三セクター鉄道このほか形式の変更を伴わず硬直切り替え回路使用不能にし、事実上交流専用となった車両、JR 東日本651系電車などもある。交流電車を硬直流電車へ改造した例はない。 欧州各国の電化方式分布直流 750V 直流 1500V 直流 3000V 交流 15000V16 に 3Hz 交流 25000V50Hz。非電化日本国外では国によってあるいは同じ国でも地域や路線によって電化方式が異なることがある。例えばヨーロッパ諸国ではかねてより多数の国際列車が運行されていたが、 機関車牽引の客車列車が中心だったため、高直療養機関車が各国で製造された。国境付近での遺伝各間直通列車には、依然客車や機動車が充当されることが多いが、1990年代以降は、高速鉄道網の発達もあり、高直療養電車が製造されることがある。また、ヨーロッパ各都市で導入されている、トラムトレインに充当されている車両も、 路面区間と一般の鉄道路線を直通するために、高直両用電車が導入される場合がある。Z2500 系電車、Z27500 系、電車319系電車 GT8 から 100D2SM 型電車。ありがとうございます。